おはようございます。おはようございます。リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝ラウンドの第1日目がやってまいりました。ピートダイを2日、トーナメントコースを2日、1位なおかつ通算成績、1オーバーパーまでそれ以下ということで、成績を取っていただけたら一時 QT、USLPGA、リンゴルフがサポートいたします。頑張ってください。ピート大名物水のパフォーです。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。ナイスショー。さあ、210ヤード。ちょっと左に出ていますが、ショートでした。約30ヤードほどショート。195ちょっと上げてます。どこ行った？右のバンカー。右のバンカー。185ちょっと上げてます。右に出てしまいました。右のバンカーか。残り30ヤード。アプローチショット。そこから下ってきますが、ちょっとショートしてしまいました。さあ、スミレ選手しのげるか。約25ヤードバンカーショット。ちょっと薄く入ってしまいました。バンカー砂薄い。うん、消化選手約20ヤードのアプローチ。約1メートル20センチ。さあ、約5メートル弱。パーなるか。曲がらない。スライスすると思われましたが、思ったより曲がりませんでした。少し選手今日初ゲームになってしまいました。短い500ヤードパー5です。先ほどのホールは全員ボギーでしたので、ここはなんとか全員でバーディーを取りたいところです。少々上げそうになります。うん、よいしょ。うん、よいしょ。うん、よいしょ。全員ナイスショットです。うん、よいしょ。ありがとうございます。届く？いや、260あるんですよね。グリーンの手前ってくぼんでるんですか？いや、グリーンの手前は大したことなかったと思うな。右のバンカーがやばかったな。くぼんでるっちゃくぼんでるけど。
大ダメ、ナイスショット。ちょっと右目ですが問題ないでしょう。うん、ナイスショット。真ん中に飛んでます。ピンの右にナイスオンです。約 2-3m。 ナイスオン、ありがとうございます。パー5、46ヤード、14番、パー5、46ヤード残っております。さあこれで寄せてさっきのボギーを取り戻せるか。同じぐらい距離が残っています。5、ナイスショー。笹原選手、約4メートルのバーディーパット。ナイスパー。うん、ナイスバーディー。さあ15番、パー4、右、若干右ドッグですがそんなに距離はありません。うん、よいしょー、と真ん中。見てなかった。真ん中？そう思いました。え？真ん中。ちょっと右に出てますか。あ、フェアウェイです。ナイスショット。ナイスショット。15番、パー4、残り133ヤード。ちょい上り、ちょい追い風です。130でいいのではないでしょうか。フェアウェイ右、ナイスオン。同じような距離が残っています。全く同じような場所から約4ヤード近い和田選手です。これもピンに向かってまっすぐ、ナイスショー、近そう。残り125ヤード、上りのアゲンストです。ちょっと左に引っ掛け気味ですがどうでしょうか。3名ともナイスオンでした。和田選手から約8メートル。翔華選手は約4メートル、バーディーパットです。惜しい。ナイスパー。さあ井見選手、初バーディーなるか。しまいました。スリーパットボギーです。ナイスパー。その16番、パー5に来ました。
うん、よいしょ。うん、よいしょ。アグレッシブライン。うん、よいしょ。ラフからもう打ちづらいってことですか？左打ってって言っちゃったら。左打ってってラフだとちょっと打ちづらいです。打ちづらってラフだとど変なとこに入っちゃったらやばいじゃん。ただのラフって。うん。結構もじゃもじゃラフだからさ。だから180度だったら大丈夫。はい。Pより左の方がいいですか？いや、あの P より右の方がいいと思う。右の方がいい。うん。ピンの右 2,3 メートルが狙い目かな。ちょっと左すぎかもしれない。ちょっとダフってしまいました。お、これはちょっと飛びすぎてラフだね。ちょっと左曲がりすぎた。何ヤードだった？123です。123。もうナイスショット。言われた通り真ん中グリーン。何ヤード？100ヤードです。100ヤード。お、ナイスアングルじゃん。はい、結構良かったです。うん、うん、いい感じ。距離だけ。おー、ナイスショット。さあ、翔岡選手16番パー5、見事2打目は閉じりましたが、3オンで下りフックラインのバーディーパットです。お、しっかり打ってる。ほい、パーは確実でしょう。バーディーパット、まっすぐ来てる、まっすぐ来てる、あ、惜しい。和田選手はしっかりと笹原選手のラインを見ていましたので、強さもラインも分かっていると思います。おー、惜しい。ナイスパー。17番パー3、ペニンシュラグリーンのパー3です。手前、奥、左、全部池です。なかなかグリーンにボールが止まりません。距離は156ヤード。ちょっと右ラフ。ピンの左。あとは距離は。お、ナイスオン。お、ピンの左。ナイスオン。翔岡選手、約20ヤードの上りのアプローチ、フックラインです。おー、ナイスアプローチ。惜しい。いいね、今日遊びのが。
Nice spot. Nice save. Nice spot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. さあ最終ホール18番パー4第2打目、残り150ヤード、アゲインスト6ユーを選びました。かなり上げてきてます。お、右ピンの右、あー、かなり上げてました。打った後に強い風が来ました。さあアゲンスト読んだか、読めたか、アゲンストの風読めたか、ちょっとショートしました。さあ残り111ヤードアゲンスト読めるか。ちょっと左に引っ掛けてしまったが大丈夫か、残るか、あーちょっと微妙、110ヤード上りの転がしアプローチです。ナイスアプローチ、ありがとうございます。さあスミレ選手直接入れたい。ナイスアプローチ。最終的にパターを選びました。惜しい。ナイスパー。ナイスパー。疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は前半36、後半が38、74ストロークでした。今日初めて回ったコースなんですけど、昨日の反省点もそのアイアンショットとかセカンドショットの距離感が合ってないっていうのが反省点だったんですけど、今日は結構合ってきて調整できたかなって思うんですけど、なんか最終ホールで息入れちゃったり途中短いパット外したりっていうボンミスが多かったので、バーディーは3つは取れているので、あとボギー2つは取れているので、ボギーをなくしてアンダーで明日は回れるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。まだ3日あるんで、はい、あと3日、まだ3日あるんで、はい、まだまだわからないんで、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は69でした。素晴らしい4バーディー1ボギー、あのボギーもちょっと惜しかったよね。そうですね、あのボギーは、まあでも自分が打ちたいように打ったので、まあしょうがなかったかなっていう。でもなんかテレビゲームみたいな、ほとんどパーオンで。そうですね、まあ、ちょこちょこ外してはいたんですけど、3ホールか4ホールぐらい。そうですね、まあ、結構安定はしてたと思います。すごい安定してたよね、あんな悪いコンディションにもかかわらずグリーンコンディションも良くなかったけど、非常に安定して大変よくできました。1日目素晴らしいスタートでした何も言うことありません。まだ初日なので、でもあと3日あるので、っていうかまあ体力気をつけて、暑いから何が起こるか分かんないんで、引き続き頑張ってください。頑張ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は出だし3ホールボギー、後半出だし4ホールボギーの7オーバーでちょっとバーディーチャンスも決められずに
まあ、トータル7オーバーだったんですけど、まあ比較的その初見のコースに対してあまり得意ではないので、あまりうまくスコアは作れなかったんですけど、だんだんいい感じに感覚が合わせてこれたので、明日以降は一つずつオーボパを消していけるように頑張りたいと思います。まだ3日があるからね。はい、はい、で今日もなんか結構バーディーパットもったいないのがいっぱいあったよね。なんか舐めてたのが3つぐらい4つあったからね。自分の中ではいいパッティングだったんですけど全部入らなかったので、まあそういう日もあるかなと思って、はい、引き続きあと3日あるんで、はい、2アンダーずついけばまだ大丈夫なんで、はい、まだいけるんで頑張ってください、はい、頑張ります。ゴルフ何があるかわからないんで、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、お疲れ様でした。